はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、突然ですが、質問です。あなたは、新馬戦から競争馬として歩み出した馬と、未勝利戦デビューの馬だと、なんとなく新馬戦組を上に見ませんかそして、未勝利戦デビューでも芝とダートなら、芝組を上に見ませんかというか、ダート未勝利戦デビューの馬を、多少舐めていませんか というね、えー、感じでこの動画始まったんですが、まあ今のね、質問に NO と回答された方もおられると思います。なんですけど、まあうっすらとなんとなくこの未勝利戦デビューの馬に対して、高校デビューのヤンキーであったりとかね、大学デビューの陽キャのように、少し舐めてる競馬ファンも少なくないと思うんです。はい。 で、えー、ま、新馬戦のない時期までデビューが遅れたケースとかね、新馬戦はあるんだけど、メンツの揃っていない未勝利戦にこうひょっこり出してみたとかね、まあ、ひょっこりというか、まあ、ま、戦略的にね、出してみたり、もちろん出たかったけど、新馬戦に出たかったけど、出られなくて未勝利戦にみたいなケースなどありますが、何にしても、馬の成績をね、一頭一頭振り返った時に、最初のレースが新馬じゃなくて、未勝利戦ダートだと、なんかこの弱いような気がしてしまう人もね、結構いるわけなんです ですよしかしこれねなめたらあかんっていう話を今回の動画では、えー、お届けしたいと思います。舐めたらあかんぜよでま、えー、っさらな状態に効くレーティングということでですね前走が未勝利戦のダートでデビューした馬なんで、まあ、次走になって人生最初の競馬ブックのレーティングの数値が出てきます。はい 新馬戦はみんなゼロですからね。そこの結果で出るんですけど、新馬戦デビュー戦ですね。なんで、えー、未勝利戦のダートでデビューした馬っていうのは、当然、まあ、芝でも何でもそうですけど、自走になって初めて数値が出るわけなんですよね。で、これがまた実にピュアでね、この混じりっけなしの数値となるわけですよ。初戦評価だけですからね。なので、この2戦目で出された数値と2戦目での勝率の関係性っていうのが結構濃くて、 はい。それがね、あの、以下になるんですけど、えぇ、ー、2戦目の段階で初めて出たレーティング56.0以上、勝率23.3%、54から55台、勝率が23.4%、52から53、勝率14.7%、50から51で、えー、勝率が 4.7%,49.9 以下、えー、勝率1.3%となりますので、これあの、 まあ、あの、もちろんね、色分けもしてますし、あと、まあ、数字の問題で、当然54以上の馬っていうのはね、あの、皆さん今目についたと思うんですよ。なんですけど、もうこの52から53ですね、ここの馬からという見方でも、まあね、全然この舐められるような成績じゃないわけですよ。舐めたらあかんぜよ。 そして意味を与えて狙いやすくするということで、前走未勝利戦のね、ダートでデビューして、構想した馬の数値ならコンソ高いことは別に当然なんですが、前走連帯できなかった馬、はい、三着以下だった馬で、数値を満たしている馬、高い数値をね、あの、 与えられた、評価された馬の成績どうなるでしょうか結構ここがね、盲点になってて、えー、レーティング56.0以上、勝率が今のところ100%、54から55、勝率が21.2%、単回数127、で、52から53でも勝率が14.8%ーって、単回数108%もあるんですね。で、これら全体のポイントとして頭の中に入れておくべきことが、やはり、 ダートの未勝利戦でデビューしているっていうことがまず前提であって、で、1戦目で3着以下だったんだけど、レーティングの評価は結構されているということは、相手のね、レベルも結構高かった。その中で、着順は目立たなかったかもしれないけど、割といい競馬をしていた。いい着順だった、など、えー、理由があります。で、継続して同じダート戦に走る2戦目。なんで、信頼度が高い。そして、 えー、前走未勝利デビューっていうことで、そこで連帯できていない馬なんで、ちょっと舐められて人気が甘くなるという要素が含まれますよね。で、意味を与えて、実際に起きていることの意味っていうものをこうやってボーンって与えると、やはりそこにあの、なんでしょうね、習った、そこに準じた、えー、成績ってね、競馬では上がりやすくなるんですけど、これまさにそういうね、いい一例だと思います。 未勝利デビューを舐める奴は、ハードラックとダンスっちまうんだよ、ということでですね。はい。あの、まあ、僕と同世代で、えー、まあ、ちょっと上、ちょい下ぐらいで、あの、まあ、ぶっこみの卓を読んでいない人は、一体何のことかさっぱりわからないと思いますが、はい。えー、ぶっこみのタクスペース、ハードラックとダンスっちまったと、検索していただければね、あの、元ネタはわ <laughs> かると思いますが、はい。 いやーでもねやっぱね舐めちゃうと本当にこのミソリデビュー舐めてるとねハードラックとダンスっちまうっていうことはあり得ますので皆さんもね気をつけていただければなと思います。 はい、そんな感じで、えー、これまでにあんまりあの、お届けしたことない内容だったかなと思うんですけどね。未勝利ダートでデビューした馬、舐められてる説、えー、舐めちゃいけない説というね、そういう感じなんですが、えー、初めて聞いたよーっていう方はぜひね、チャンネル登録や高評価していただけたら嬉しいです。競馬本著者の竹内がお届けしている竹つという競馬チャンネルになっております。えー、リンクはね、概要欄にもろもろございますので、えー、まあ、あの他の場所にも遊びに来てくださいという感じなんですが、今ね、画面右下ですね、競馬道データさんの特別会員の期間限定 募集の、ね、キャンンペーンもしております、えー、今ね、このコラボ、んコラボじゃないですね。えー、キャンペーンにまあコラボというか関わらせていただいているので、今ね、利用開始すると、あの、この今画面の右下の画像の右の方ですね。はい。えー、〇〇旧車巻き返し計画という特典ファイルがえもらえることになっています。これの担当を僕がさせていただきました。こちらもあの、詳細 URL、えー、動画の概要欄にありますので、そちら見ていただければなと思います。 まあでもやっぱ競馬っていうのは基本的にそうですよね、あの、強くてもう絶対に舐めちゃいけない馬を舐めないっていうことも大事だと思うんですけど、えー、やはり舐められてる馬、今回のケース以外でもですね、に実力があったり理由があって負けているのに、奔走したのに舐められて評価を下げている馬を探すっていうのはやはり競馬の予想っていう部分の一番重要なところなのは、 まあおそらく僕がね、えー、生まれる前、45年以上前のですね、44年か、4年以上前のですね、えー、競馬の予想をしていたおじ様たちもみんな同じだったんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ強い馬を強いと評価するのも大事なことなんですけど、強くないと言われている馬が、いやそんなことないよっていう要素をいかに見つけるかっていう作業をしていかないと穴って取れませんしね。 みん一生懸命予想して、結局みんなと同じ予想に着地していたら、やはり何もね、あの、意味がないというか、少数派になって、あの、正解を引いて、多数派からお金を取るっていうのが、まあ,あ、平たく言えば馬券でね、勝つための成功法だし、みんな本当はそこを目指しているはずなんですけど、はい。えー、なんですけど、だんだん人気サイドに寄っていってしまうということはあります。先週、NHK マイルでね、僕一週間押し続けた、え、ロジリオ、まさかのね、10番人気まで落ちると思いませんでしたけど、 うん。なんですけど、も三着に構想してくれました。まあ、あの、距離がどうとかね、前走の着順がとかって言ってる人はたくさん見ましたけど、いやいや、前走はあの、ね、あんだけ詰まって、最初から最後まで詰まって、一度も終えてないんですけどっていうのを、やはりあの、見ていない競馬ファンであったりとか、えま、競馬メディア、予想家さんとかね、そういう方もいらっしゃるんですよ。うん。 なんですけど、まあ、あの、そういうの見つけた側からしたらね、あの、そういう事実があるので、あの、揺るぎない事実がね、ちゃんとあの、映像としてもあるし、競馬を見ていれば分かったりするので、はい。でもレースをま、見れなかったりしたら、こういう数字ですよね。数値、指数。例えば、レーティングみたいに、まあ、クラス別で天井があったりね、あの、戦った相手によっても数値が変わるっていう、非常に万能な、癖は強いんですけど、実は万能なレーティングっていう競馬ブックのこの指数。これに関してはアイディア次第ですね。うん。 今回のあの、まあ、あの、未勝利戦デビューの馬もそうですけど、アイディアし、アイディアと、えー、現実に起こっていることと、まあ、こうでこうでこうだよねって言葉で説明していることをくっつけていくと、基本的にはあの、ブレづらい馬券ロジックっていうものが誕生します。僕は全部そういうふうに作ってるんですけどね、自分のものは。はい。なので、ま、競馬初心者の方とかでこの動画見ていらっしゃる方は、 自分の考える競馬、自分が見ている競馬、そしてそこにあの意味、言葉で説明できる現実ですよね、現象とか、そういうものとあのデジタルなものをうまくくっつけて自分だけのものを探していくっていうのがすごく本当はね、えー、楽しい、今の時代の競馬の一番楽しいね、あの予想、自分の予想の武器を作るための作業だと思いますので、はい、ぜひね、あの参考にして応用して活用していただければなと思います。ということで、えー、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。